はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あのベアーズロックさんから寝袋をご提供いただきまして、はい、っていうのもですね、うん、あの以前去年の12月頃、11月頃、うん、ぐらいだったね。うん、まあ去年の冬に、うんうん、あの寝袋をね、はい、封筒型の寝袋を紹介したわけなんですけど、うん、まあそれがね、うん、あの目についたということで、うん、まあよかったらこちらの方もあの使われてみてくださいということで、はい、商品を送っていただきました。はい、で今回ね、うん、その寝袋を使って、うん、まあ初めてね、車中泊に挑戦したわけなんですけど。うん、もともとね、嫁さんそのベアーズロック のめちゃめちゃあったかいやつで、うん、あの去年、というか今年の初めか、うん、三池キャンプ行って、うん、まあもうぐっすり寝れて、うん、結構寒かったんですよ、うん、夜も、うん、冷えたよね。で、うん、であれで、まあ、その寒さをしのげたっていうのと、そのあったかさと熟睡できたっていうので、うん、もうね、あの安心感はすごいあるんですよね。で、あの僕のは比較的もう安い3,000-4,000円の寝袋だったかな。うん、それとあとベアーズロック のくるむんでどうにかしのいでたんですけど、うん、それでもねどうしてもやっぱ寒いんですよ、うん、であの欲しいなということで、うん、まあ、ずっと検討はしてたんですけど、うん、まあ、そこでね今回のお話が来て、はい、もうこれですよありがとうございますやったこれやめてありがとうございますということで、はい、まあ、ありがたくね、はい、あのお話をお受けいたしました。はいはい、ということで、まあ、早速なんですけど、まあ、商品の方見ていこうと思います。はい、はい、それではですね、うん、あの今回ご紹介する商品はこちらになるんですけど、はい、ドーン今回も結構大きいです、はい、ボリュームあります、うん、で、2つ送ってもらったのね。そうそう、色違いでね、2つ送っていただきました。はい、で、この商品と一緒にこちらのね、うん、足元あったかフリースというものがついてきます、うん、はい、で、あとはベルトですね。はい、ベルトが、まあ、1つの商品につき2本、うん、こんな感じですね、はい、ついてきます。はい、で、こちらは、まあ、何をするかというと、うん、例えばこの寝袋を使ってキャンプ場で汚れた時とか、うんうん、もしくはもう帰ってから、しっかり袋に入れたいんだけど、うん、とりあえずくるくる巻いて持って帰りたい時とかにこれの出番みたい。あー、なるほどね、うん、うち多いよねそれね。うん、そうそう、一回干すからね、うん、そうそう、どうしてもやっぱりキャンプ場で寝ると蒸れちゃうんで、うん、中がそのまま直したくないということで、まあ、うちは一回、助手席を焚いた部屋で干すんですよね、うんうん、だからあのキャンプ場では、まあ、簡単にもうぐるぐるって巻いて持って帰ってくることが多いんですけど、うん、まあ、そういう時にね、いいね、これ逆に立ちます。はい、で、あのこちらはですね、ちょっと広げてみようか。はい、広げてみるとですね、このような感じなんですけど、はい、72センチの75センチですね、うん、はい、足元にこいつを入れて、うん、この横で、あの このように絞ることもできます。はいはい、だからあの足元っていうかつま先付近結構冷えるよ、うん、寝袋とか寝るときさ、女の人は特にね、うん、あったかいと思う。こういう感じだね。そうそうそう、こんな感じ。うん、うん、いいね、ゆっくりするときでも使えるね。いいよね、うん、で、あとはですね、あの、まあ、付属のね取り扱い説明書があるんですけども、うん、あの寝袋のこんな感じで、ほら、あ、顔、うん、こういう感じですね。ほら、首元に入れたりとか、まあ、膝掛けにしたりとか、この肩掛けにしたりとか、まあ、いろいろね、使うことができますよということで、説明書が入っております。こういう感じか。あ、まあまあ寝るときはね、ええ、でもこれでも全然あったかいと思う。うん、あったかい、あったかあったかい、耳とかさ寒いからさ、うんうん、こういうのはいいよね。で、俺寝るとき寝袋、うん、あの寝袋っていうかタオルをさ、うん、もう顔に完全にかけて寝るの、ね、寒いからさ、もう鼻水がすごいから冷気で、うん、ただでさえ鼻炎でね、うん、それプラス冷気になるとすごいことになるもんね、うん、なんですよ。はい、こちらがね、ついてくるからね、はい、まずはネイビーから。ネイビーだね、はい、ネイビーっていうかね、うん、こちらはブルーになるかも。あ、でもこっちは、あ、こっちはスモーキーネイビーって書いてあるわ。スモーキーネイビー、うん、はい、それではですね、
あの今回紹介するこちらの寝袋なんですけど、まあ、先ほども冒頭で言ったようにですね、去年だっけ、寝袋を紹介したと思うんですけど、それは封筒型の寝袋で、まあ、布団みたいな感じでですね、あの寝れる寝袋になるんですけど、こちらはマミー型でミノムシタイプのものになります。なんですけど、これのすごいのはね、あの価格が 13,000円台、楽天で 13,250円でまあ案内されてるんですけど、その値段でマイナス34度まで耐えれるコスパが半端ない寝袋なんですよね。よし。でこちらはですね、シルキーブラウンで、こちらはね、スモーキーネイビーというカラーになります。はい、うちの好み的にはこっちかな。うん、そうだから前買ったのもこの色なのよね。なんだよね、うん、この色が好きです。だから馴染みがあるのはこっちかな。そうで、今回紹介するですね、こちらの商品 FX453G というものなんですけど、要限界温度ですね、マイナス34度まで使えるというもので、まあ、快適睡眠温度域、まあ、普通に使う分には、あのどのぐらいの温度がいいのかというと12度からマイナス12度ぐらいがいいみたい。あの去年使ったのってさ、何度ぐらいだったっけ。夜はね、マイナスは多分いってないんだよね。4度か5度ぐらいだったんだよね、と思う。それでもね、まあ本当に全然問題なく寝れたのよね、あったかかったもんね、まあでも普通に、まあ僕ら鹿児島で生活する分には、まあ、マイナス10度以下ってもうほとんどないから、ないね、余裕のスペック、そうだね、安心だと思う、北海道なんかでもどんぐらい行くんだろうね。マイナス30度はいかないよね。いかないじゃん。30度って聞いたことある？ない。ないでしょ。ない。多分ない。わかんない。どうなんだろう。多分 そこまではないんじゃない。もう10度ぐらいはあるだろうけど。マイナス10度超えたら未知の世界だ。うん。本当に。僕らの感覚で言うと。いや、マイナス5度でもだよね。マイナス5度もそんなにないよ。ないね。でしょ？そうね。まあ標高の高いところに行けばあるかもわかんないけど。そうそう。自分たちが今さ、体感してるところではないじゃん。うん、そうですね。はい、でですね、あの今回この寝袋、まあ、マミータイプということで、まあ、封筒型に比べるとちょっとまあ細身なんですよね、ちょっとこう持ち上げて、でこれのね、あの特徴というのがですね、まあ、ちょっと面白いんですけど、腕が出せるんですよね。そう、ちょっとじゃあ入ってみる。うん、入ってみよう。入ってみて、それぞれ入ってみて。いや俺はいいよ。一旦締めるね。うん、そう、こんな感じで腕が出せるっていうのは結構大きいんですよ。そう、こういう風になります。そうそうそう。で、あのこうフードみたいにかぶってみて、ちょっと下が、そう、ああ、うん、そうそうそう、いいね、いいね。で、こんな感じでですね、こういう感じ、背中の方の肘をちょっと余裕を持たせれば、まあ、フードみたいに使うこともできます。はい、冬場はだいぶ暖かいよね、うん、で、あと足元が開きます。だから足元、つま先の、あの蒸れ防止にもなる、ちょっと開ければ。はい、こういう風にですね。そうそうそう。で、あとこれのいいところは、まあ、もちろんその温度もそうなんですけど、あの洗えるっていうのも結構でかいんですよね。で、あの、まあ、できればね、コインランドリーがいいみたい。あ、そうなんだ。だから、中の綿があるよ、洗った時にその乾燥する時にさ、あれが、あのドラムが大きい方がこれぐるんぐるん回るから、まあ、ふんわり仕上がるみたいね。だからコインランドリーで洗った方がいいのかなと思います。あ、どうしても汚れた時はね。そうそう。ちょっとサイズ感なんですけど、前嫁さんが入った感じ見てもらったと思うんですけど、まあ、僕が身長、170なんですよ、170で肩幅結構ある方なんですけど、レビューで見るとその身長180センチで肩幅結構あるけど大丈夫ですかねとか、そういうのがあるんですよね。なんかちょっとそこら辺見てみようかなと思います。ちょっと俺の肩幅測ってみる。52センチ52、肩幅52、52センチ、170センチの僕が、下は今も一番底の方に足がついている状態なんですけど、
その状態で寝袋に入って、うん、このようなあの感じですね、はい、上の方は何センチぐらいだろう、20センチぐらい、うん、20センチぐらいはあるかもね。20センチぐらい空いてる感じですね、うん、まあ、180センチの人だと、まあ、ちょっと余裕があるか、もしくはもうちょうどって感じるぐらいだと思う、うん、で肩幅の方はというと全然余裕があるんですよ、うん、で今手を出してるんですけど、手を引っ込めてみるね、うん、手を引っ込めてみると、うん、肩は全然あのきついとかはないです。でこの 両方のこの手を今気をつけしたような感じなんですけど、うん、体にピタッとくっつけてから、うん、あの寝袋に当たるまでが、うん、こう分かる、うん、この感じで、うん、がちょっとまあ10センチぐらい余裕が左右ある感じ、うん、はい、だからまあ腕を組んで寝たりとか普通にこう寝返ったりとか、うん、全然できるし、うん、足もまあそれなりには動く中で、はいはい、あ、足をこんな風にしてもいいね。ちょっと今見えないと思うんですけど、うん、見せますね。この足をこう曲げてもいい、大丈夫だった今。ああそうなんだ、じゃあ余裕があるね。結構余裕ある、思ったより。本当だね。でうちほらあの封筒型を買ったでしょ、うん、でなんで封筒型を買ったかというと、ここの中でね、うん、足のね、その足の動きを拘束されたくなかったから、うん、封筒型にしたんですよ。うんうん、言ってたね、うん、どうしてもやっぱこれがあったかそうなんだけど、うん、動きにくいかもなと思って、うん、まあ、これはちょっと避けてたんですけど、うん、まあ、これはねあの結構ゆったりある。うん、そうなんだね、うん、まあ、だからまあ形どうなの、どういう選び方をするんだろうね。もう布団が好きな人は封筒型がいい、うんうん、布団みたいに寝たい人は、うん、でももうちょっとコンパクトであのこじんまりと寝たい人はこっちの方がいいかも、まあ、その幅が全然違うじゃん、うん、そうだね、横がね、うんうんうん、はい、ということでですね、うん、FX453G ですね、うん、をまあちょっと紹介したんですけど、はい、まあせっかくなんで、うん、封筒型のもちょっと見てみましょうか、うん、どのぐらいサイズが違うか、うん、おそらくあのどっちを買おうか結構迷っている人もいると思うんですよね、うん、中には。そうだね、うん、はい、でこちらはですね、うん、あの封筒型の FX503W ですね、はい、のバカでかいやつになります、うん、開けるよ、うん、でね、まあ見て分かる通り決してコンパクトではない、うん、これはですね、うん、もうコンパクトさを求めるのではなくて、うん、布団よりの、 あの睡眠の質を求める人用です、はい、まあ、それがまた最高なんです。そうなんです、キャンプ場では。だってこれ買って本当良かったなって思う商品だから、うん、そう、レビュー、Amazon なんかのレビューもすごいよ。ああ、そうなんだ、うん、だからもう大きさ的にはこんな感じですね。やっぱりこっちのマミータイプの方がシルエットがスリムですね。マミー型の方がシルエットがスリム、うん、でこっちはもう本当にもうこっち本当布団だね。布団だね。もう布団だよね、うん、まあこれだとこんな感じ、うん、まあ安定の寝心地。そうで、マミータイプだと体の線に沿ったような感じ、うん、でマミー型の寝袋って多いのよ。あの他のメーカーさんでもすごくこう軽くてあのコンパクトであったかいってやつあるんだけど、まあさあの登山とかしてない限りそこまで求めないんだよね、うん、まあ僕らもそうなんだけど、うん、だからあのそのマミータイプはキャンプにはちょうどいいんだよ、うん、けどまあうちの場合はまあさっきも言ったように寝袋の中で寝返りとか打ちたいし、足のその拘束されない動き、窮屈じゃないやつを求めてこの封筒型にしたんだよね。私が寝れないとちょっとイライラするタイプなんで本当にそこまでこだわりました。だから、うん、だからいろいろ見てこれに最終的に決めたからね。そうそうそう、うん、自分たちはありがたいことにこれを使い分けできるかなっていう、うん、そうですね、感じかな、はい、じゃあ、はい、それではですね、あの寝袋の方、まあ、ちょっと簡単にだったんですけど、はい、まあ、詳細の方見てみたわけなんですけど、今回は
まあ、あの初めての車中泊ということも含めて、はい、庭でちょっとしてみようかなと思います、うん、はい、まあ、何かあったらもうすぐ家に取りに帰れるしね、まだね、あの本当最初だから、そうそう、忘れ物も多いだろうし、なんですよ、こうだああだってなると思うから、うん、まあ、ちょっと一回はね、そう、家の庭で、庭でやってみようと思います。はい、はい、でそれでは早速いきましょう。それではですね、あのご飯を今家で作ってあの車の中のね、うん、もう寝る準備ができました、はい、で今日は、うん、あのベッドキットとかもそんなのないので、うん、とりあえず家の中で使ってる敷布団を引いて、うん、あとこの、 あの段差が多少あるんですけど、うん、この段のとこには敷布団をこう、なんだろう、折り曲げて、うん、こっちは折り曲げて、うん、こっちの方はあの手前の方はあのキャンプの時に使うのボコボコの銀色のマットあったじゃん、はいはいはい、あれを敷きました、うん、あでフラットになる感じになったので、まあ、なるべくフラットに近いような感じで今やってます、うん、はい、で後ろにあの寝袋を持ってきて、うん、まあ、これをクッション代わりにちょっとして、まあ、寝るまでの間は、うん、それで、まあ、あのしばらくゆっくりしようかなと思います。はい、今日は本当は車の中でご飯を作ろうかって言ってたんだけど、うんね、危ないしね、そう、で平らじゃないから、まあ、IH を使うにしてもね、まあ、今回はもう家で作ったものを、まあ、持ってこようっていうことになって、うん、今家で作ったのでちょっと今日は弁当風に、そう、お弁当風にしてみました。美味しそう。私はご飯なし。ああ、そうなんだ、うん、え、だってご飯食べないじゃん、いつも、うん、で、今日のこのロコモコのお供には、うん、私はこの間はがまの動画で紹介した時にこの完熟梅がすっごい美味しかったから、うん、また今日も買ってきました、はい、これをお供に飲みたいと思います。初の車中泊に乾杯、はい、乾杯車中泊生茶美味しい。うん、おいしい。何の拍手何の拍手なの。記念すべき第1回目の車中泊、うん、でも課題がね、山積だわ、うん、もうそのやっぱり冬といえど寒くなるといえど車の中を熱がこもるから、うん、まあ、そこら辺の問題とかさ、でも結構いろいろある。荷物をどうするかとか、うん、ご飯の後のデザートタイムです。僕はスーパーカップで、私は2本目、今お風呂に入ってきました。家の中に入って、まあこれが家の外でする車中泊のいいところだよね何かあったらすぐ家に戻って何か取れる、うん、風呂に入れる、うん、トイレに入れるっていうのはね、うん、まあこっからねちょっとずつ慣れていこう、うん、これが温泉だったら最高でしょ。うん、温泉でも最高だね、うん、行きたいね、温泉。温泉行きたいねって入らないじゃん、でもね、うん、対照的だもんね、うん、一応食後のデザートで梨とみかんを持ってきたんだけど、うん、食べれる？梨食べれる。あら、芋けんぴ持ってきた。持ってきた。取りに行こう。もういいでしょう。もういいでしょう。食べ過ぎでしょう。このまな板、100均のまな板なんだけど、ダイソーの、うん、めっちゃ重宝する、これ。あ、そうなんだ。家の中でも使ってて、うん、まあ、よくこれが登場するのは、うん、あの朝のお弁当時、うん、めっちゃこれいいよ。あ、そうなんだ、うん、でも煉獄さん、あんなに流暢に喋れるんだったらただあのシーンのさ、あのうまい煉獄をちょっとどうにかしてもらいたいよね何だったっけ。うまい、うまい、うまい、うまいだったっけ。ずっと一点を見つめてうまい、うまい、うまいまあ、あの息を引き取る前は流暢だったよね、うん、本当で、うんうん、とりあえず梨完了。うん、梨は剥いた。
ライトはマキタですね。マキタで後ろは100均のライトをつけてます。うん。でもうちょっとねライトが本当は欲しいんですよね。うん。であとはまあつけるならこの窓のシェードカーテン的なもの。前の方はあの家にあった100均のあのこれ日よけっていうかさ、うん、これをちょっとつけてみたんだけど。なんか達夫と海子チャンネルを見てたらここのあのロールカーテンみたいなのをしてるね。ああいうのすごく良さそうだよね。甘いだだ。え、それじゃなくて昔あったようなキウイの CM で。ああ坂口健二だね。そうそうそう甘い。今からあの映画を見ようと思うんですけど、うん、このねあのスマートフォンから、うん、このなんだろうアップル純正のこの HDMI の出力のアダプターですね。こいつで、ナビに出力してナビで再生をします、うん、まあそうすることによってあの車のスピーカーから音が流れるから結構迫力のあるあのネットフリックスが見れるんですよね、うん、ただいまの時刻は10時ぐらいですね、うん、あと寝る準備を しようと思います、はい、でまあ寝る準備というかとりあえず一旦引いてもうそのまま寝打ちをできるように、最低気温が22度ぐらいなんで、うん、違うね、軽で寝るとすごい狭い、とにかく狭かった。じゃあそれではやっぱり軽の車中泊は狭いねと思ったらいいねとこのチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。Pretty late, I spent the week thinking about her next day. It was easier then, so much easier then. Oh, like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much